俺らも帰るか。そうやな。あれ、宮本やん。おはようございます。おはよう。部活の方はどう？文化祭の準備進んでる？そう、宮本は確かボーカルやったよね。期待してるよ。もちろんほのかも頑張りや。ステージには上がらへんでも、ほのかの仕事だって大事なことやし。うん。いつもいつも顧問のくせに部活に顔出されへんくってごめんな。気にはしてんねやけど。あら、宮本は喜んでくれへんの？照れちゃって、かわいいやん。みんな頑張ってる？かすみ先生、来てくれはったんですか？ちょっと時間ができたんでね。練習の方はどう？進んでる？そりゃもうバッチリですよ。この中井戸のギターに抜かりはありません。うん、中井戸が上手いのは知ってるからね。他のみんなはマリモとか村上とかどうなの？任せてください。いいライブになると思いますよ。順調です。そう、ならいいわ。あれ、小西さんはいないの？小西さんは一人で練習したいって言って屋上へ。相変わらずやね。それじゃあボーカル君はどうなの？練習うまくいってる？何言ってるの。みんなそれぞれ役割ってのがあるんやから、体調管理と発声練習しっかりやっときなさいよ。元気ないなぁ。ほれ、男の子でしょ。シャキッとしなさい。
き出たやん。かずみ先生、俺も元気ないんでなでなでしてくださいよ。師匠、恥ずかしいです。ヒロシ、ヒロシ、今日も部活だったのか。そうか、ま、頑張ってるならそれでいいさ。ヒロシ、変わったな。ほら、話し方も前とは違うじゃないか。昔のヒロシが戻ってきたみたいで嬉しいよ。なんていうか、とんがってた言い方が丸くなって話しやすくなった。いいことだと思う。その調子で父さんや母さんとも。いや、俺はただ。ヒロシ。
宮本？ぼーっとしてどないしたん？また出た、別に。そういうとこはあんまり変われへんな。まあそれはいいわ。今日はちょっと宮本に聞きたいことがあってきて。ほのかのことやねんけど、昨日ちょっと様子がおかしかったやろ。やっぱり気づいてたんやね。宮本は何か理由に心当たりある？そう、ということは、そういうことね。あのね、宮本、私とほのかは今マンションで二人暮らしなんよ。両親はずっと海外で、だからほのかは寂しがってるんやと思う。ほのかのことよろしくね。ほのかのこと慰めてあげてちょうだい。実は私家事が全然ダメやから、ほのかに負担かけちゃってるし、その辺のフォローもよろしくね。そういうことで、キャッ！ほのか、どないしたん？奇遇やね。お姉ちゃん、どうした？なんかあった？お姉ちゃん、早く来て！水木さんが！しっかりしてよ。ねえ、瑞希ちゃん、目を覚まして。大丈夫ですよ、ヒロ先輩。今は落ち着いてますから。マリモ、薬は？飲ませました。そう、みんな心配かけてすまんかった。瑞希はこのまま病院へ連れてく。瑞希ちゃん、小西さん。
村上さんは私が責任持って病院に送るから。だから安心して。はい。瑞希ちゃんのことお願いします。うん、任せなさい。村上、昇降口まで出ててね。車回すから。はい、すいません。小西、驚かせてすまんかったな。私のことなんてどうでもいい。それより早く瑞希ちゃんを。わかった。なのでとても心配です。でも嬉しかったこともあってということです。私も応援してますからね。病気なんかに負けないで。次のコーナおはようございます、ひろしさん。ひろし、遅いぞ。たく、時間にルーズなやつは信用なくすねんぞ。あれ、それじゃあ師匠は信頼ゼロになっちゃいますね。割と頻繁にある発作や、あんまり気にせんかてもね。とりあえず大事を取って今日はうちで休んどるけどな。もう大丈夫なんね。ああ、今朝やって一緒についてくると言ってたぐらいや、なだめんのに苦労した。なんやったら帰ってもええぞ。瑞希ちゃん家で一人なんちゃうか。うん、いや大丈夫や。今日は母さんも休みでうちにおるからな。あ、そうなんだ。なら安心ですね。よし、それやったらそろそろ行こうか。あの、向井戸さん、一体どこで練習するんですか？私たちまだ聞いてないんですけど。まあまあ、ええからついてこいって。こっちや。ああ、とくとご覧あれ。
何って練習に決まってるやんけ。まあそう焦るなって。これからまだまだ続きがあるねんし。こっち来い。さあここや、入ってくれ。すごいやろ。まあ、まだ驚くのは早いって。今から照明つけたらしな。どうや、驚いたか。本物のライブハウスやね。タクタクっていうらしい。そう、ライブハウスや。昔、俺の親父がバンド組んでここでライブしとったらしい。まあ、もうだいぶ前にビルごと使われへんようになってんけどな。まだ次のオーナーが決定せえへんで、ほとんど放置状態やかな。ちょ、待て仲井戸。潰れた言うでも、勝手に使うのはまずいんちゃうんか。大丈夫やって。親父の話やと、建物の権利問題がどうとかって揉めてるらしい。誰も管理してへんし、ほったらかしなんやって。まあとりあえずは誰も使ってへんみたいやし、電気水道は使えるし、管理しとる代わりに使わせてもらおうっちゅうこっちゃ。でも不法侵入には変わりないですよね。まあまあ見つからなければ大丈夫ですよ。そういうこっちゃ。ほら、さっさと準備して練習始めようか。めちゃくちゃやね。まず、お掃除から始めませんか？ちょっと、ほこりっぽくて。勝手に使っちゃっていいわけないですから。でも誰かが見回りにでも来たら。なくても、もし誰かが来たら、警察の人とか。でもやっぱり。
よし行くで。これも経験っていうか、ヒロ先輩もすぐになれますって。そうですよ。それに昨日もあんなにかっこよかったし。本番楽しみですね。あれ？どうしました？ヒロシさん？はあ。あれ？今何時ですか？休みですけど、あの、いつからそこに？すいません。
起こしてくださってありがとうございます。やっぱ楽譜読めんか。ボーカルじゃ確かにいまいち実感はつかみにくいやろな。あ、じゃあ楽器やってもらうのどうですか。おお、それや。お前今ええこと言うた。そうやね、確かに一理あるかも。やるとしたらどれや。あ、ベースがいいと思います。せやな、コードの勉強にもなるし、俺がマリモに教えるのに使うてたんもあるから、それで行こう。お揃いですね。そうそう、そこをそう押さえて。は、あら、で、ここをこうやって弾くんです。なかなか様になってる。うまいうまい。今度は16小節目にフィルを入れよう。おい、シュイチ、合わせてやってくれ。うん。